ポケモンマスターを目指せ、ルパン小島の東海道五十三次一人旅。おはようございます。9月の9日金曜日でございます。苦しい苦しい日です。で、私、ルパン小島でございます。東海道五十三次一人旅ポケモン GO 9月の9日やっていきたいと思います。苦しい苦しい9月の9日やっていきたいと思います。よし、そういうわけで、ちょっと歩いてしまって、歩数計の方本日も身につけております。その鈴鹿の山を越える拠点になるのが、あの関っていうところなんですけど、関が、あのこれからの拠点になると思うんですが、それ以降は、要は宿泊先とかですねないんですよ。まあもう残り、7、80キロだと思うんですけども、ちょっとですね、だからそこ慎重に行きたいなと。寝ないで頑張って歩き続ければ着くかもしれないんですけど、どうなんだろうな。草津まで行けばなんとかなりそうな気がするんですけど、そこ慎重に見極めながら、まずは、今日は関駅、を目指します。電車のね、で関駅を目指して、それからちょっと関宿まで行って、そこで一旦、考えたいなと思っておる次第です。さあ、それでは、じゃあ、なんだろう、あのこう段取らないのが俺のいいとこだと自分でも思ってたんですけど、こればっかりはすいません。あのちょっと段取ります。ちなみにここがですね、国道1号線国一の 421.1 キロ地点でございます。だから本来ならばこっちに行くはずなんですけど、ちょっとこっちに戻ってぐるっと遠回りするルートで、まずは関宿を目指してみたいと思います。だから今日は距離多分稼げないと思うんだよな。そんなわけで一つよろしくお願いします。あー、ここから東海道五十三次関宿だ。いやー、よっしゃ、割と止まった場所正解だったな。ただもう高速道路と道路が道路、道路が道路と道路が重なってみたいな、いや複雑だった。よし、東海道五十三次関宿たどり着きました。ほい、ちょっと次のルートを模索しよう。はい、そういうわけで関宿総合観光案内図ってことで、現在地はここ、こっからぐーっと中町でいいのかな、これを来て、で次の坂下で京都みたいな感じでございます。で一応駅も押さえておこう。多分そのちょっと途中で断念することになったら、ここの JR 関駅を戻ってくるんだな。よし OK、 じゃあ頑張っていくか。行きましょう。東の追い分けってとこだね。お、卵出た。ポケストップがですね、これもうちょっと先の方行くとあれなんですけど、ポツンポツンポツンと1、2、3、今見えてるだけでも1、2、3箇所あるんですよ。これはですね、思ってた以上にですね、ポケモン GO 的にはいい場所かもしれませんね。おっす、ちょっとがぜんやる気出てきたな。行こう。今関宿の、関宿歩いてるんですけど、珍しくいましたね。サンドパン、よし。久しぶりのことだからすごい遠くに飛ばしちゃったよ。
これはスーパーかな。いや、ノラの野生のサンドパン初めて会うわ。おい、やりました。関宿むちゃくちゃいいとこだわ。で、ポケストップが結構ですね、結構あるんですよ。道をね、ずっとこう行くような感じでね、これがまたいいんだよね。まだ先も結構あるもんな。よし、じゃあこのまま行こう。頑張って。チャンネル登録は右下の電撃アイコンから登録をお願いいたします。今日のルパン小島の東海道五十三次一人旅はここまで。明日もまだまだ続く。